丈夫？お礼まで言わなくっても、君こそ森のために戦ってくれてるじゃない。気配を消すのに慣れてる精霊だった。見ていた私も一瞬わからなくなっちゃった。うん、君の実力を知りたくてね。噂通りの実力の持ち主なのか気になってあなたのことを探してたんだけど、ちょうど戦っててさ、ラッキーと思って見てたの。え、なんでそんなに驚いた顔してるの？君、自分が噂になってることを知らないの？もちろん、他の世界から来た異邦人で暗躍精霊を浄化できる騎士だってね。それから君は何人もの精霊を従えてるっていうじゃない？アルフヘイム精霊騎士団は全大陸で噂になってるわ。噂通りの実力で安心した。嘘じゃなかった。はじめまして、私はアモン。じゃあそろそろ君のお家にお邪魔しようかしら。もう私が何のためにここまで来たと思ってるの？単純に噂の確認をしに来ただけなら、わざわざ君の前に姿なんか現さないわよ。私は君の元に入りたくて来たの。アルフヘイム精霊騎士団はまだ募集中でしょ？うん、たとえこんなに汚染されたとはいえ、この森は私たちのゆりかごであり、生活の基盤になる場所だから、ここを元に戻すために君と一緒に戦いたいの。どうせ君も仲間が多ければ多いほどいいでしょ。悪くない提案って。ちゃんと言わないとダメでしょ。いい提案でしょ。こちらこそよろしくね。騎士団の建物は別にあるの？ここが騎士団のアジト。こんなに村から離れてるの？なるほどね。それなりにいろいろと揃えてあるわね。それでも材料もかなりいっぱいあるみたいだし、あそこの棚にある本は全部騎士団の資料？地図もあるんだ。一体どうやってアルフヘイムを守ったのか分かるような気がするな。人間たちはこんな風にするのね。精霊たちのやり方とはまるで反対だわ。そうね。そういえば団長は人間だから、精霊のやり方はわからないかもね。まず精霊はもともとこんな風に誰かと集まって仕事はしないわ。お互いの縄張りには入らないし、人間みたいに学校に通ったりどこかに所属したりしないの。まあまあ大きな問題が起きたとしても、
各自勝手に何とかしちゃう感じかな。なのにこんなにたくさんの精霊が集まったんだね。しかも全然まとまりのない精霊たちを集めて組織を運営してる。団長すごいね。さすがにこれは他の領地まで噂になるわ。なんでよ、褒められるべき部分は褒められないと。団長って意外にも恥ずかしがり屋さんなのね。それはどうかな。まあこんな団長の下で働くのも悪くないわね。これからもよろしくね。精霊もまた元通りになれるし、なんかやる気出る。私が一人でやってた時はジョーカーできなかったの。褒めたわけじゃなくて、ただ事実を言っただけよ。どこに？
そんなことも知らずに私ったら。それより団長、腹筋すごいね。体鍛えたりもしてるの？からかってないよ。私はただ団長を褒めてるだけよ。それくらい立派な腹筋を作ろうと思ったらかなり努力しなきゃいけないでしょ。だって服を脱いでたのは団長の方でしょ。私は何も恥ずかしくないわ。うん、だから団長だけ恥ずかしがったらいいわ。残念だな。綺麗な腹筋が見れてよかったのに。あ、それはそうと、偵察はいつ行くの？私が早く来すぎちゃったみたいね。じゃあ団長、一緒に商店街行かない？何か買いたいってわけじゃないんだけどさ。まだこの村のことについて知らないことも多いし、商店街に行ってみたくて。村の人たちがどんな風に生活してるのかも知りたいし。人間と精霊が共存してるんでしょ。それからところどころ精霊たちもいるし、ここの人たちは精霊に抵抗感はないのね。うん、こんなに人間が精霊たちと混ざり合ってるなんて珍しいわね。どれだけ仲が良くても種類が違う者同士、抵抗がある人間も多いはず。私のことをいくら好きだからってこんな道端でキスしようだなんて。ふん、まあでもこんな経験も新鮮ね。団長は体もしっかりしてるのね。団長、耳が赤いよ。使ってないからか、体がなまってきてる気がする。一人じゃつまんないよ。あ、そういえば団長がいるじゃん。ねえ団長、私の練習相手になってよ。考えてみたら、まだ直接対決はしたことないじゃない。うん、どっちの実力が上なのか決めようじゃないの。それはこっちのセリフよ。体を動かすって気持ちいい。
団長のおかげでひとしきり遊べたわ。はぁ、あ、やっぱり団長が好き。驚きすぎでしょう。事実なのに隠す必要ないでしょ。私の気持ちはこんなにもはっきりしているのに。それに団長はこんな風にストレートに言わないと分かってくれないでしょ。それからこんな風にちゃんと伝えないとまた冗談言って流そうとするでしょ。まあ仕方がないとは思うけどね。団長にとって私はただのいい仲間くらいなんだろうし、こうやってちゃんと伝えた理由は団長が一回くらいは私のこと真剣に考えてくれないかなって思ったから。私のこと仲間じゃなくて一人の女として見てくれない？ありがとう。